こんにちは、ザキツカです。今日は鹿児島県にある阿久根港に来てます。ここが阿久根港の北側ですね。北側の長い堤防があります。この堤防から釣りをしている人がね、先端の方に何人かいますね。であとお散歩をしている人とかも結構いますね。そして堤防の付け根は、護岸になっててタイヤ止めがあって車が止められるようになってます。で護岸も広くて向こう側まであるんですよね。でそこに船の停泊場があってバーッと護岸になってますんでね、車止められるんですよね。広い港ですね。でトイレはここの向こう側突き当たり、道路を挟んで向かい側に細長い公園がありまして、そこの公園にトイレがあります。こちらが、港の向かい側にある、港の道路を挟んで向かい側にある公園のトイレになります。あらら、釣れないな。なんかエビ巻いても反応がないですね。思ったより入ってきてない。小魚が湾内反応が薄い。やっぱ堤防行かないとダメかな。向こうの長い堤防行かないとダメかもしれない。反応が薄いな。薄いというか何にも反応がないです。こませまいても小魚が来ないからね。これはきついね。さっきそこで釣りをしてたんですけど、湾内だと何にも釣れなかったんで、湾の外に向かってね釣りをしてみましょう。この正面の堤防がありまして、ここから外側を釣りをしてみましょうか。いやーでもなー、これ結構でかいテトラですね。いけるかな。三角のテトラ体がいつもの3倍ぐらいのでかさなんですけど、大丈夫かなこれ。平らっちゃ平らか。いけるかな。いけるっぽいですね。ちょっとやってみますか。ここからいけるっぽいですね。でか、深っこれ結構でもつなぎ目がきついね。段差が結構ある。いや遠いな。先端までちょっとやっぱテトラ一つ一つがでかいから奥行けないね。遠い。ここなら穴釣りできるんじゃない。何箇所かあるんでね、カサゴとかいたらいいですよね。ちょっとやってみますか。あ、いなーい、釣れなーい、いなーい。あー、魚いないというか届かないですね。テトラはちょっとでかすぎる。難しいです。とりあえず釣れなかったですね。そよ風も気持ちよくて、ベンチがありますね。展望デッキみたいなところがあります。まあ、屋根がついてないからね、暑いですけど、とても風が気持ちいいですね。釣りしてますね。こんにちは。なんか釣れましたか。これからですか。はい、今アジンコだけ。アジンコ釣れました、うん、あいいですね熱中症にならないように気をつけてください。はい、水も持ちながらおやつも持ちながら、はい、あ、おやつもあるんですね今日はちょっと風があるからね、涼しい。ここはアジが釣れるみたいですね。アジ、うん、先端も行ってみましょう。先端にね、テレン。それじゃあちょっと餌を放り込んでみます。ヒューン、高
いな、深いね。あ、そうでもなかった、そんなに深くなかった。餌を投入しました。ピクンピクンってしてない？おおおお、来てる？ちょっと待って、来てる？来てる？来てるかな？来てる来てる来てるね、来てる。カサゴ釣れました。ガシラ、アラカブ、ガラカブ釣れました。やったー、釣れた釣れたなんか引いたような気がするんだけど。あ、引いてる引いてるね、引いてる引いてる。うんうんうん、なんだ、引いてる引いてる。なんか釣れた、なんか釣れた、おー、なんか釣れた、なんか釣れた。これはなんか釣れた。タイ、タイが釣れましたね。タイでもね、15センチ以下のタイはさようならなんですよ。これもちっちゃいね、15センチ以下だね、見るからにね。いやでもギリギリ15センチかな。いやでもどうしよう、さよならですね。海に帰ってもらいましょう。さよなら、タイ。引いてる引いてるヒラメの予感がする。引いてるヒラメすげー、引いてる。逃げたり逃げちゃう ヒラメとかね、くるんですよ。あ、なるほど。あ、すげえ。おお、すげえ。めっちゃ引いてる。すげえ引いて。おお。おお。釣り上げるこの感触が面白いね。おお、おお、おお、重い。おお。わあ、わあ、アラカブもヒラメ、ヒラメ。噛まれたら指なくなっちゃう。ヒラメ、ヒラメ。ちょっと感触がありました。カサゴを釣ってたらね、巨大なヒラメが釣れましたんで、ヒラメをさばいていきましょう。サクサクっとさばきましょう。そしてカサゴもいただきます。ヒラメさばきます。はい、それではね、ヒラメの方を3枚におろしました。お刺身でいただきましょう。ヒラメです、せっかくのヒラメですからね。お刺身で新鮮なうちに食べましょう。パパッとさばきますね。であとガラカブの方はスープにしちゃいましょう。でヒラメの中骨と頭もスープにして飲みましょう。いやー、美味しそうだな。早速食べようと思います。はい、できました。ヒラメ定食ですね。
ヒラメのお刺身、あとヒラメとアラカブのスープ、だしの効いてるスープですね。でご飯、ちょっと炊くの失敗して焦げちゃいましたけどね、ご飯です。あと道の駅で買ったピーマンとじゃがいもですね。よし、早速食べてみましょう。めちゃめちゃ美味しそうだな。ちょうどお昼のチャイムが鳴りましたね。いただきます。ヒラメ、あ、すげえな、これヒラメか。新鮮すぎてプリプリ感すごいですね。あとキラキラ感が半端ないですね。ツヤがあります。キラキラです。いただきます。うまい。テレテレー、よ、とろ、柔らかい、味が半端なくいいですね。プリプリっていう感じじゃないか、なんかとろけるような美味しい、本当に美味しい。どうしよう、めちゃめちゃ美味しいなこれ。あと土佐のじゃがいもですね。わ、ホクホクや。スープはアラカブの味がしますね。アラカブと一緒に煮ちゃったからヒラメの味しない。アラカブの味がします。でも美味しいね。いや、これヒラメ美味しいな、本当美味しいです。これこんなにたくさんヒラメ一匹刺身で食べられるなんてね、めちゃめちゃ贅沢だな、美味しいな。はい、ごちそうさまでした。いや、いいですね、最高の港ですね。じゃあまたね、バイバーイ。またね。